はい、次に投稿の仕方をご紹介します。ホームページを少しスクロールしていただくと、こちらにファッツニューというメニューが出てきます。こちらの方は、一般の方どなたでも見ることができる情報になります。そして、会員ページには会員の方のみが見れる情報があります。どちらも今からご紹介する、管理ページから投稿することができます。画面を一番下まで下げていただくと、こちらにログインというメニューが出てきます。ここでログインしてください。はい、ID、パスワード、そしてこちらに表示されたひらがなを下の枠に入れます。この場合は、2233と書いてありますので、その通り入れてください。ログインします。はい、そうすると、こちらの管理画面に入ります。投稿する場合はこちらの新規から投稿を選んでいただく、もしくは投稿から新規投稿を選んでください。こちらはどちらも同じメニューが出てきます。早速投稿してみます。新規投稿、追加。まずタイトルを入れます。今回は親睦バスの情報を入れてみたいと思います。親睦バス旅行報告。次に本文はこちらの枠に入れます。続いて PDF など写真 PDF などを入れたい場合は、この枠のところにファイルをドロップしてください。そうすると写真や PDF などがアップロードされますので、右下に投稿に挿入というボタンが出ましたら、こちらを押してください。そうするとこちらに PDF を見るためのリンクができます。ちょっとこれじゃ何書いてあるのかわからないので、その場合は一度これを選択していただいて、その上から書き直してください。親睦バスのご案内、例えば PDF としておきましょう。はい、こちらで、情報を書きました。次に写真も投稿してみましょうか。同じように、写真をですね、入れてみます。こちらの写真、まあ、仮に集合場所の地図だとします。こちらの写真をドロップすると、こんな感じで入れることができます。そして次に選んでいただくのが、こちらの、メンバーシッププロテクションと書いてあるところ。これは何を意味しているかというと、これは会員だけに見せる情報なのか、先ほど紹介しましたファッツニューに、見せる情報なのかということです。まずここがの Do Not Protection っていう、こちらを選んでしまうと、プロテクトされないので一般の方にも見れる情報となります。次に Yes Protection Content、 こちらを選んでいただくと、会員だけに見れる情報になります。会員ページに投稿する場合はこちらの Yes、 そしてこちらの会員、こちらの両方を選んでください。一般ページの、Parts New に投稿したい場合は No、 そして会員はチェックを外す、こういったことになります。じゃあ今回会員ページということで、会員プロテクション、そして会員が見れるよということで会員のチェックを入れます。はい、そして、カテゴリー、こちらはお知らせ、支部報告、支部規約、本会報告とありますが、今回は会員向けのお知らせというのを選んでみましょう。はい、そして次にこちらの公開ボタン押してみます。はい、これで、ページが投稿されました。一度見てみましょう。はい、まずファッツニューはそのまま、会員ページ見てみましょう。はい、会員ページのお知らせ、こちらに今投稿した、記事が出てます。押してみます。はい、入れたタイトル、そして地図、はい、文章、こういったものが表示されます。以上です。